ないのか。信号機つけろよ。ったく、なんとかしろ。前が見えねえ。やめろ、スコール中に走るな。二号車だ。川にはまって脱出できん。救出頼む。レフト80、ライト50、レフト50、さらに2レフト。バカ野郎、何がレフトだ。ガッテン。モンテカルロラリーファイナルレグ SS26 で事故が発生した模様です。ドライバーは現トドロキ、ナビゲーターはエリック・ヤング、ハンドル操作は誤り、まず山田は…1993年の EC 統合により、ヨーロッパ12カ国は巨大な単一市場となり、その消費人口はアメリカの2億4000万をはるかに超える3億にも上るものと思われます。EC 統合の最大の目的は加盟12カ国の市場保護と EC 以外の国の市場への介入の阻止。しかる事前からのヨーロッパ最大の流通網とのルート共有が必要不可欠であると考える次第であります。莫大な利益と直結する手土産とは。グランドマスター、轟弦に関する資料が揃いましたのでファックスでお届けします。どうします、つけてくれ。トドロキ弦22歳、 WRC フルチャレンジを狙って海外へ飛び出したプライベートドライバー。国籍日本、両親なし。全日本ラリー選手権第6位、海外ラリー入賞回数0。これだけ？今回のモンテカルロラリーはディーラーチームのレギュラードライバー急病のためスポット参戦。途中転落事故でリタイア、故にディーラーチームはお払い箱か。しかしよくもまあ20メートルも転落して生きて帰れましたね。道場のナビは病院入りだっていうのに。バロー、叫んじゃねえぞ。おいほら、人を何だと思ってやんで。なんだよそれ。それに着替えろって言ってるのさ、トドロキ君。ノータイジーンズスニーカーではこの店に入ることはできないんだよ。これは格式にこだわるならこのカードが意味するものの何たるかは承知だね。はあ、何にするかね。ローストビーフとサラダ、あと食後にコーヒー。この店の鴨料理はなかなかのものだそうだ。よせ、鴨料理食えるほど金持っちゃいねえよ。じゃ君を招待するとしよう。理由のわからない招待は施しと同じだ。名前を知っていたな。目的は何だ。教えてくれれば鴨でもカバでも食ってやる。私は六王子司、西洋グループ海外事業部総支配人といえば分かってくれるかな。なるほどね。さっきのプラチナカードの威力はそのせいか。その大層なカードの持ち主が俺に何のようだ。手っ取り早く言ってしまえばラリードライバーとして契約したい。西洋グループのスポンサードでワールドラリーチャンピオンシップ、すなわち WRC を戦ってほしいのさ、轟君。あんた正気か。
俺は昨日ランチャーを一台スクラップにしてきたばかりの男だぜ。承知している。それともラリーはもう嫌かね。ではカゴを食おう。宇月常務、パリから国際電話が入っております。繋いでくれ。宇月だ。ああ、六甲寺の計画が動き始めたか。わかった、引き続き調査してくれ。ったく、六甲寺の若造が。まあ、いきなり飯食わしてくれて契約ってわけにはいかないと思っていたけどな。しかしなんだ、流山だからコーポリッツだ。普通に走ってくれ。こらこら、山道200キロをどうやって2時間で走るんだよ。正確には230キロだ。時速115キロでピタリ2時間。簡単じゃないか。そりゃ平地だけの話だろうが。山だぞ山。それじゃカモの分払うかね。くそ、人の貧乏につけ込みやがって。早い早い、大したもんだ。160から70は出ていますよ。峠道でのペースダウンをこの辺りで稼いでおく気だろう。ナビゲーターなしでペース配分できるんですかね。予定より3分遅れか。ペースを上げなきゃ。ランチャー、ラリー美化じゃねえか。おいおい、妨害もテストに入ってんのかよ。いや、そんなプログラムは組んでない。それじゃあ地元の走り屋が絡んでるんですよ。やめさせましょうか。いや、ちょっと待て、様子を見。どけこら。エースを落とさせる気だな。顔くらい拝ませろ。こりゃ早え。ラリー屋の兄ちゃんもタジタジだね。あんなに遅くっちゃダメだ。え、遅いって見てんでしょ。先を走ってるのはランチャーですよ。しかし遅い。まあいいですけどね。じゃあかけようか。君が勝てば今日のギャランティーは倍にしよう。私が勝てば彼と二人夕食をおごってもらおうか。あの次のコーナーをナンバー1として、5つ先のコーナーまでに彼はランチャーを抜くぞ。約1キロですね。乗った。約束ですね、旦那。彼が仕掛けないのはおそらく対向車を考えてのことだろう。ブラインドの連続だからな。だが、あの緩い下りのコーナーを出れば、5つ先のコーナーまで全て見渡せる。あんこっちゃねえ。ああ、動くな。いいか、落ち着け。
こっちからドアを開けるから、そーっと来るんだぞ。いいな。押さえてろよ。離すんじゃねえぞ。最初に言うけど、助けた俺に体要求すんなよ、お前。するか。なもん。早く手を出せ。ガッデム。シャカンの自慢の種がバラバラじゃ。体がバラバラになるよか、いいんでないの。言ってね、12分のロスだ。またんかい。神に仕える乙女を山ん中に置き去りにすんのか、このバチ当たり。何なんだよこの強引なツッコミは。あれ、アマさんですよね、どう見ても。なるほど、仕事中にナンパすんな。なお、海外事業部、東南アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアの各担当取締役は現地勤務中ですので、欠席とさせていただきます。それではまず、その海外担当の報告書から読み上げたいと思います。会長さん、いらっしゃらないようですが、お体が弱くて、ずっとご療養中。売上総額は、事実上の運営は、サジ専務と月常務が行っているのよ。ヨーロッパの六甲寺君の報告書がないようだが、月例会議までにまとめておくように言っておいたのに、全くラリーなんぞにうつつを抜かして困ったもんだね。ヨーロッパディビジョンのヨーロッパ事業部の報告書ってテレックスで入っていたはずよ。ちゃんとサジ専務のに混ぜといたわよ。うん、報告書なら入っとるぞ。私の方には何も。あれ、他の事業部より早く来てるぞ。しかも前月に比べて 3% もアップしとる。他がカツカツなのにな。いい成績だ。だけどなんで海女さんがビーカーなんか使ってるんだよ。モンテで葬式急ぐのか。俺海女さんじゃないよ。こらシスターの部屋からちょっと借りてきたんだ。女学校の制服じゃ駐車場のところまでしか出られないからな。女学校。そう、全寮制のお嬢様学校さ。お嬢様。嫌な学校でよ。泣くな、笑うな、喋るな、食うな、怖がるな。息が詰まっちまわ。何かあるとすぐお祈りと懺悔だろ。バッカ野郎もやってられっかよ、あんなクソ学校。俺コティ、仲間はそう呼んでたよ。本名はジョゼフィーヌ・ポリニャックなんて長ったらしいキザな名前なんで使わねえって決めてんだ。お前は？ゲン、トドロキ、日本人さ。なあ、おかしいと思わないか。何が？日本人が？違う。お前と追っかけっこやってても気になってたんだが、公道50キロ以上走って対向車が一台もないな。別に変じゃないよ、田舎だもん。わあ！ブレーキング間に合わねえ。四駆といえどこのダートはミューが低すぎる。どうもすみません、お騒がせしまして。なんだってんだ。奇跡を乗せてるって言ってるのよ。皆様にも神の祝福がありますように。では皆さん、先を急ぎますので失礼します。旦那、ねえ旦那。2時間8分11秒8分11秒も出ちまったぜ。じゃあなコティ、ここでさよならだ。え？あとはあいつに送ってもらいな。だってアクシデントがあったじゃない。コティ、プロは結果が全てだ。まあ待ちたまえ。いいだろう、君と契約しよう。なんだって。よかったね、合格よ。どういうことだ。俺はオーダーを守れなかった。気にするな、大した問題じゃない。大した問題じゃないだと？ざけんなこの野郎。
ラリードライバーはオーダー通りに走ってなんぼの世界だ。だから命がけで走るんだぞ。君の言うことはもっともだ。本来ならば契約する必要はない。だが注目すべき理由が2つある。峠でのアクシデントを切り抜けたドライビングテクニックが1つ、それと奇跡を乗せて走るという演出効果。もうこの辺ではその話で持ちきりだ。あだ名も頂戴してたちまち注目を浴びた。あだ名？ミスターサバイバル、生き残る男さ。ラリーとは本来出発してまた出発点に帰るという意味だ。あらゆる困難を乗り越えて生還するのを目的とする。それがラリー。サバイバル、西欧グループの企業イメージだ。私は君の持つイメージと契約した。熾烈極める国際競争の中で生き残る企業としてのイメージだ。それが君との契約理由。まずはサファリラリー。どうだ、やるか。六甲寺はラリーで遊ぶような男ではない。何か計画がある。必ず。奴はアフリカで何をやろうというのだ。ほう、これは豪勢というか無茶というか。何者だい、西欧っていうのは。日本じゃ一二を争う優良企業さ。電気、電鉄、食品、貿易、流通などの巨大グループの一員だ。古い言い方だが、マッチからミサイルまで、ゆりかごから棺桶まで何でも扱う。で、今度は WRC のトロフィーまで欲しくなったわけか。たく、日本人ってのは何でも欲しがるんだな。今にきっと金も名誉もあの小さな島国から溢れるぜ。金さえありゃ、神様だって買おうとするだろうよ。ランちゃんも、劣気を開始したようだな。トビー、君のマネージャーとしての意見を聞かせてくれ。西洋スポーツの参入による我々への影響か。取るに足らん。ん？気にすることないさ。それより明日からの劣気に備えてくれ。これだけだだっ広いところを走って、なんで俺だけ象の大群にあったり池に飛び込んだり、集中的に災難に遭わなきゃならねえんだよ。いいじゃない、命があっただけめっけもんよ。それに神様は正しく難問を投げかけてくださってるわ。てやんで。はっきり言ってごめんだね。運転は荒いわ、言うことはわからんわ。あいつサファリは初めてだっていう話じゃないか。俺はそんなこと聞いてなかったぞ。まあ誰だって最初があるさ。WRC はモンテに始まって13戦ある。今年から参加するやつは最初が13回あるってわけさ。俺はサファリだけのスポットナビだが、鼻から勝てない車に乗るのはたまらんぜ。俺はナビゲーターだ、ガイドじゃない。なあシン、あんたのナビにしてくれるように監督に言ってくれ。優勝とまではいかなくとも入賞圏内には持っていく自信はあるぜ。ディック、1号車のナビは僕だ。小僧は黙ってる。だけどシン、あんただってポイントは欲しいだろう。今の組み合わせじゃ2台とも共倒れの恐れがある。ずいぶん言いたい放題言ってくれるじゃないか。てめえなんざこっちから願い下げだ。まだ人形乗せて走ってる方が早く走れるぜ。その方が似合ってるぜ、ジャップ。まあ、ラリーに勝つ条件は3つある。戦闘力のあるマシン、万全のサポート体制、そして腕の立つ乗員。言い換えれば気の合ったドライバーとナビゲーターだ。まあ幸い我々にはシエラ・コスワースというマシンが与えられ、万全とまではいかないが 80% 満足できるサービス体制がある。勝つ条件の2項目は満たされている。残るは腕の立つ乗員か。リックは君のナビを拒否している。
理由はどうあれ、気の合わない同士はいい結果にはならないと思うがね。僕はどうなるんです？ロブはゲンが嫌いかね？それはわかりません。まだ彼の車に同乗したことはありませんから。でも僕にもプライドというものがあります。1号車に配属されたからには1号車のナビゲーターです。身勝手なわがままで配置を変えられるのは嫌です。つまり君は1号車がいいわけだね。じゃあこうしよう、2号車には私が乗ろう。ナビじゃなくドライバーの交代だ。そんな俺はどっちでもいいぜ。しかしてめえもタヌキだな。私もプロだからね、最善の方法を取りたいだけさ。トヨタのハンス・シュルツがナジシを通過、ナクールに向かって、その後はワーゲンチーム。ここはきついな。おまけにインが荒れている。後続車が来るぞ。前からもだ。どこのチームもデッキ帳作りに大忙しときたもんだ。日産チームが通過後、全力走行テストに入られたし。了解。ピーターパンよりティンカーベル、全力疾走に移る。了解。コース上に問題はない。イージーライト、イージーレフト、50メートル先、バットライト、アブソリュートライト、フルスロットル、フルスロットル、そのまま全開。まだサスの底つきが早いぞ。さすがにサファリのベテランですね、ビッグは。すごく細かく指示が入っている。コーナーの難易度の分類が8段階にもなっている。僕もディックに習って。いらん。これぐらいだと待つ。これが滝、そして梅田。俺の難度表示は3段階しかない。最大難度は待つ、中難度が滝、低難度が梅。分かったか？イエスさん、これ全部植物表示なのはなぜですか？日本に行って寿司を食え。シフトが速い。回転系のアリがパワーバンドからピクリとも動かないんだ。この人速いんだ。どうした？エタバったか？大丈夫、大体飲み込めました。指示行きます。下り50メートル先、ライトコーナー梅、全開。待つ、ジャンプ。下り20、左だけ50段差あり、どつきに待つ。いいぜ、バッチリだ。梅かけ、待つ。前をトヨタが走ってるぜ。予告編一丁やるか、相棒。イエスサー、コンバットスピード発進に行きます。発進遅れてるやつがいるぜ。ワンチャーか？例の西洋とかいうとこのシエラ RS。 どうする、受けてやるか？受けた。どう？やったね、そうこらくっちゃ。本気でやるんですか？で、宇月常務は六甲寺の身辺にスパイを配置してんだ。スパイだなんて、六甲寺さんも承知してるのよ。キツネとタヌキか。でもヨーロッパディビジョンの成績がいくら良くったって、モータースポーツも宣伝の一部として動かしたのはまずいんじゃない？ええ、問題はそれよ。宇津木のおっさん的に回すと厄介よ。社内じゃ宇津木派の方が優勢なんだから。そんなことおゆきに言われなくても分かってるわよ。でも六甲寺さんがさっさと出世街道を走ってくれりゃ問題ない。いきなり切れてモンバサ街道まっしぐらだもんね。
笑い事じゃないでしょ。はいはい。覚えてら、次の左コーナーを出ると橋だ。橋は2台並んで渡る幅がない。先に突っ込んだ奴の勝ちだ。もらった。手を貸そうか、ミスター。いらねえよ、水浴びしたかったとこだ。ジョー、ノートしといてくれ。橋はまだかかってないってな。オッケー。まだ知ってたのか、てめえ。くそ。整備長、なんだって。完全に水に浸かっちゃったから一日じゃ無理だって。スペアカーがあんだろう。この調子で壊されたんじゃ何台あっても足りないから、明日から普通の車でレッキやれって。直線距離が、あれ、オドメーター動いてないや。窓閉めろ、ロブ。窓閉めろったって、ガラスなんか入ってないよ、この車。くそ、見てろ、あのトヨタ野郎、一泡吹かしてやる。あの人はハンス・シュルツってドイツ人で、トヨタで一番速い人ですよ。ガッデム。Thank you.